どうも皆さんこんにちは、ということで空気&ナルです。ということでね、ダイヤモンド防具チャレンジパート3ということでね、今回ですねダイヤモンド、頑張って探していこうかと思います。前回の動画ですね、ダイヤモンド8個見つけまして、まあ序盤の方に見つけたんですけど、後半の方でなかなか見つからないという感じでね、まあね、まだ動画を見てない人概要欄にリンク貼ってあるんで、ね、そっからパート1パート2どちらも見ていただけると嬉しいです。ということで、ね、調べたところですね、装備は、式24個必要ということでね。あとね、今、3分の1かな。3分の1ゲットしてるんで、あと33分あるんで、まあ、33分しかないんで、はい、頑張って急いで見つけていこうかなと思います。まあね、ダイヤモンドボブチャレンジということでね、ちょっと危ないな。だいぶ泳いでしまった、危ないですけど。ダイヤモンドボブチャレンジということでね、なるべくね、時間がね、結構33分、あと32分ぐらいか。32分ぐらいしかないんで。はい、あと、3倍。まあね、前回運がなかったって思うと、今回はね、ゲットできると、あのね、信じてね、頑張りたいと思います。一番最後なのがね、あと1個でないみたいな、そういうのが一番最後なんですけど、あ、やばいやばい、ちょっと待って、マジでない、どうすればいいんだこういう時は。危な、なんでこんな運がないんだ、逆に怖いわこれ。一回離れた方がいいかな、ちょっと一回、おちょっとないかな、怖いな、怖い、怖い、松明がないんで、棒あるよね、あ、棒はある、内側危ないね、危ないね、こっち来たらどうしてん、ここ来たからどうか、これになったりしないかな。他の実況さんはね、もうどんどん結構見つけてるんですけど、あれは編集なのかな。僕の場合はあえて編集しないでちゃんとねやってるんですけど、やっぱりみんな編集してるんですかね。なんか全然見つからないんですけど、これが普通だと思うんですけど、まさか Java 版と Winten 版でレア度が違うとかあるんですかね。覚える方はぜひコメントお願いします。もしかしたらね、レア度が違くて、でもダイヤもあるぐらいのとこだと思うんですけどね。いや、こういうとこによくあるんだけど、もうなんか今続いてなかったっすね。さあ、こういう感じでね、見えないところにね、あると信じて。なさすぎ。うん、ね、もう来たことある。同じ場所から抜けられないわ。でもどっから来たかわかんないし。こっちか。そうだ、こっちか。どうやって来たっけ、ここじゃあちょっと一回上に上がるか。お、久々に敵じゃん。
ほんと待って待って、あと3分以内に発行。ペース的にあと3分以内に発行。え、こんな見つかんない企画が終わる。ちょっと内容変更になる。こっちかな、声は。え、またまた、もうマジかよ。ちょっと待って、またちょっと待って、またスポナー。